ですよね。あのクリンチとは違いますからね。いよいよトーナメント1回戦です。この試合がメインイベント。ぶつかり合う最強と最強、1回戦からファイナルといっても過言ではありません。宮越慶次郎対森井陽介。白いトランクスの森井陽介対このシルバーのトランクスの宮越慶次郎です。まあ共に本当に速いステップワークを得意とする、まあ、選手同士なんですが、石井さん、はい、森井選手はもう1ラウンドからガンガン動いてくるでしょうし、はい、宮越選手は少し見ながらちょっと引きながらチャンスがあれば行くぞというような感じで見てると思います。まあ、どちらの選手も何でもできるタイプですよね。全てが得意、全ての動きに自信を持っています。宮越選手はもう本当に前後左右上手に動けるので、はいはい、そこを森井選手が捕まえて一緒に抜けるのか見どころだと思います。バックスピンキック、ボディに入っていきました森井。そしてボディ、ミドルキック、いいスピード感ですね。緊張感ありますね。ローが目立つのは宮越の方。ボディのローを返していく。足も効いてんぞ。右ストレートでしょうか。ちょっとローに行くときに体が下がってしまいましたね。今宮越選手ちょっと効いてるんじゃないですか。ダウンを奪っていた森井選手は、これはもう行くでしょうね。まだ試合時間あります。しかしここで立て直せるか宮越選手の。しっかり前蹴りでストップさせますので冷静ですよ。ラッチャーの動き冷静さでこのピンチを切り抜けたい。いいチラシですね、はい、見てると宮越選手はそこまで焦りはなさそうですね。返していきますね。宮越も引かせるパンチを打っていきましたよ。当てていきました。いやでもすぐに森井選手もなんかとどまった感じですかね。そうですね、まあ、まだやばいっていう、まあ、1ラウンドなんでね、そこまで。全くタイミング入ってないパンチなんですけども、タイミングがよく顎にスパーッと当たりましたね。さあ、2ロックダウンをもらっている宮越。足に力入ってない。まさかの1ラウンド決着なのか。残り10秒、第1ラウンド10秒かわしていく。ここはちょっと前に当てさずに相手に当てる。第1ラウンド終了。危ない。いやこれ今のさっきのね、左フックですか。左フックですね。いやもう本当に思いっきり振ってるパンチではないんですよ、はいはい、もう軽くスピードだけでカーンと当たる瞬間のインパクトですね。グーの握ったこのインパクトで与えてあげるんですけども、はい、もう本当スピード重視でそーっと当てたパンチ、意外とこういうのは効くんですよね。そうですね、はい、めちゃめちゃ効いてるってわけでもないですよね、はいはい、こう宮越選手自身が思ってるより森井選手のパンチが速かったっていう感じですね。それでちょっとびっくりしてあーって感じでもらったんだと思いますね。それを打ってる森井選手も分かってるもんなんですか。もう分かってると思いますね。こう相手反応遅いなとか分かると思う。もうそこがチャンスですよね。で同じようなタイミングで2回倒れたんで、はい、もう1回もう 2,3 回倒れそのタイミング当たれば倒れるんじゃないかなっていうのがありますよね。さすがにそこまでいくともう本当に効いた倒れ方になる。さあラウンド2、初代ライト級王者決定トーナメント1回戦、宮越慶次郎対森井陽介。第1ラウンドで森井が宮越に対して2ダウンを奪っていきました。さあこの当たせ、これは前のめり止めた。
呼吸合ってるじゃないですか。おお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 こんばんは、これがノックアウトのメインです。どうすか。まあ他でなんかいろいろ言ってる人もいるんすけど、まあ間違いなく今年はライト級トーナメントが一番盛り上がるんで、まあ6月あと3試合あるんで、まあかなり盛り上がる試合になって、トーナメントもかなり盛り上がるんで、皆さん今年はトーナメントです。見に来てください。そうですね、こんな感じで。いいですか。入ってなかったですね。いや、森井選手本当素晴らしい勝利でした。まあ、圧倒されたノックアウトでした。皆さんいかがでしたか。もう凄まじいの一言だと思うんですけども、まあ、準決勝に駒進めました。今後に向けて、意気込みの一言最後にいただけますでしょうか。全試合ノックアウト。ありがとうございました。まあ今日宮越選手を倒すノックアウトで勝ててめっちゃ嬉しいですね。すごい強い選手なんで、正直、まあ、ぶっちゃけ言うと勝てんのかなってずっと思ってたんですけど、まあ、試合やってゴングならないとどんな展開になるか分かんないなって、ずっとそれが不安で怖かったんですけど、結果こういう倒せて良かったなって思いますね。まあまあリーグでも言ったんですけど、まあ、今年はノックアウトライト級トーナメントが一番盛り上がるんで、全部チェックしてもらえれば皆さん、興奮できるような試合目白押しだと思うので、ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。